道の武官風2年10月3日は中国東大の立州の僧侶。南三立州の海祖。属性は戦士で、本願は暮れ境軍からすほど剣。父は南朝鎮の理部省所詮猿で隋に捕獲され、護送先の長安にて彼が誕生した。字は、方ペン、住みてる、方へと送りなされた。16歳の時に、 日言寺にて出家し、里藤主立志に学んだ。大行年間、二十歳の時に大禅城寺で、愚足会を受け、同時の里藤首について、律を学び、全館を治めた。その後、各地に留学し、武徳七年に周南山の城合寺に住んで、高学と著述に励んだ。また、戒律の遺本を少了して、再び夕方におき、上元九年には、 立宗中の総武州の祖である法令のもとで学んだ。上岸16年に南山に戻り、上岸19年に玄状が基調すると、長安の幸福寺の分け場に招かれた。永久3年に高僧の直命によって、西明寺が創建されると、上座に招かれた。同時で、四分律の注釈の執筆など、律の研究に没頭した。このことから、 後世の人々から南山立志と呼ばれるようになった。漢風二年に亡くなり、唐の一周が皆通り十年に、住みてる大志号を追増した。道信の,の弟子は千人を数え、その教えを拡大させ、南山州は一世を風靡し、現在の中国の僧侶も、彼の四分律を学んでいる。宝石を継いだのは、衆州である。また、 弟子の文法系統からは元人が出ている。道の部の著作は非常に多く、大別すると以下の分野に分かれる。律に関しては、四分律三四補欠行辞書、四分律三保、随記、経麻祖、四分律ビク含む、仲介本書、四分律ビク二章、四分律十、ビニ義儀章の、いわゆる南山集五体部がある。その他にも、教会神学ビク行 森立地や、冠中創立会談図業がある。中国仏教史に関しては、俗皇僧伝や、皇広明宗があり、いずれも、名著とされる。その他には、釈迦方史や、妙法蓮華教広氏伝序略義がある。協力に関しては、大東内天禄、俗大東内天禄がある。その他には、上神会官方がある。党の構想が、に対して、 皇帝や親に対して気配する要直命を出した際、道信は弟子と共にこれに反対し、ついに撤回させたことがある。ありがとうございます。